イラストリアス級航空母艦はイギリス海軍の航空母艦。6隻が計画され、1から3番艦が原型通り、4番艦が紹介制、5から6番艦は本格的な改良型として完成し、第二次世界大戦におけるイギリス海軍の主力として活躍した。本級は世界初の装甲空母で強靭な防御力で数々の損傷を耐え抜いた。 しかしその代償として、同規模空母と比べると搭載機数は少なめとなっており、後の改良型では格納庫スペース確保のために様々な解説系が行われた。原型では一段であった。格納庫がインドミタブルでは格納庫の一部が二段化、インプラカブル以降では全二段化された。戦後ビクトリアスのみ、 ジェット機の運用もできるように近代化改装されて1968年まで運用されたが、他の姉妹艦は揃って1950年代に退役している。本級の船体は全球、アークロイヤルの設計を基本とし、これを重防御化に伴い改正したものである。基準排水量を第二次ロンドン条約の上限2万3000トンに収めるため船体はさらに圧縮され、LB 費は アークロイヤルの7.2からさらに7.0まで落ちた。完備のオーバーハングは全球ほど顕著ではないため、飛行甲板長は243.8メートル、229.6メートルと、さらに短縮され、同時代の昇格型や SX 級と比べても、かなり短くなった。飛行甲板高は格納高を一段にした結果、11.6メートルと、際立って低い数値になった。の、 第3グループでは二段格納湖採用のため15.2メートルまで増高している。排水量は第1グループ、第2グループ、第3グループと順次増大した。戦後行われたビクトリアスの大改装については当該記事を参照のこと。本級の砲兵装は3グループ一貫して45、合計一点四センチメートル、連装両用砲マーク、をずつ軍に分け、 前後のエレベータ両舷にそれぞれ配置している。ただし全球では1機ごとにスポンソンを設けていたものを完全に2機1群にまとめている。副兵装の2ポンドポムポム砲配置はアークロイヤルと同じく8連装機銃をアイランド前後に2機ずつアイランドと反対位置の左舷側に2機の計6機としエリコン 20mm 機銃は単層8機で計画された。 これらの対空兵装はもちろん戦時中に蓄次、増強され、レーダーはオータムウィンター286と AR285 が戦時中に追加された。強靭な防御力で知られる本級最大の特徴が飛行艦板に施された装甲であると一般に理解されているが、厳密に言うと前後エレベータ間に設けられた格納庫を走行ボックス化し、その天外を 飛行甲板にそのまま利用したものである。日本の大砲やシナノとは構造的にかなり異なりエレベーターへの防御も施されていない。走行圧は上面床面7 6ト、mm、ル側面1 1 4ト、mm、ル前後6 4ト、mm、ルに達し、走行重量実に1500トンを割いた重構造であった。この走行によって1000ポンド爆弾の急降下爆撃に 耐えることが求められ、戦時中十分な実績により効能は証明された。なお格納庫天外部分以外の飛行甲板にも3 8ト、mm、ルの装甲が貼られている。船体防御はアークロイヤルを踏襲し、原則1 1 4ト、mm、ル装甲を前後6 4ト、mm、ルの隔壁でつないで、バイタルパートを形成。から、 外弦に至る水平走行は7 6ト、mm、ルとした。この他機械室上面も7 6ト、mm、ル走行が張られ、考えたて通角壁は3 8ト、mm、ルの厚みが確保された。機関部は第2グループまではアークロイヤルとほぼ同構成のアドミラルティ式加熱機付け3、同型水管管理機、パーソンズ式、ギアードタービン1機の3ユニット構成である。 ただし能力はやや向上し、加熱蒸気圧力 400PSY、摂氏371.1度、出力3万7000馬力とした。これによって最大速力30.5ノットとし、4854トンの重油で1万1000回り14ノットの航続距離を確保した。第3グループでは排水量増大に伴う出力増大が求められ、 当初はユニットごとの能力向上で対応を考えたがこれでは12万6000から13万5 0馬力が限界と判明し、結局1ユニットを追加して14万8 0馬力、4軸構成とした。上述のように5000トン近い防御装甲を施した、結果、トップヘビーを避けるため本級の艦載機運用能力はやや制限されたものとなっており、初期のイギリス製艦載機は、 アークロイヤルと比べて約半数ほどの搭載数となった。とはいえ実戦ではこの搭載能力が大きな問題になることはなく、また第1グループのイラストリアス級は対戦後半にはアメリカ製の艦載機を運用することで大きく搭載機数を増やしている。格納庫は長さ140メートル、高さ4.9メートルを確保していたものの、 これでは36機の収容が限界であったため、第2グループでは51メートル分の下段格納庫を追加し、従来の位置にあった上段格納庫は高さ4.3メートルに抑えて51機の搭載能力を確保した。第3グループではさらに下段格納庫も全面的に140メートルを確保する一方、高さは上下とも4.3メートルとして81機の 運用に備えた。この格納庫に対応するため、シーファイアでは多段式の折りたたみ翼が採用されたが、アメリカのコルセアは運用することができず、米海軍との連携には支障があった。カタパルトは、左舷側に1機のみ、BH3 型を装備し、着艦制度装置は6本のマーク、砲型を後部エレベーターより前方に配置した。上員はという数字が残されている。 ありがとうございます。